コンスタンチン・チオルコフスキー・チオルコフスキーが描かれたに、ルーブル記念硬貨チオルコフスキーが考案した、宇宙船、コンスタンチン・エドワルドビッチ・チオルコフスキー1935年9月19日は、ロシア帝国、イジェフスク生まれのロケット研究者、物理学者、数学者、SF 作家。1867年、チオルコフスキーが10歳の時に、昇降熱にかかり、 耳が聞こえなくなってしまう病に侵されながらも、独学で数学や天文学を学び、1903年に発表した彼の代表的な論文である、反作用利用装置による宇宙探検の中で人工衛星や宇宙船の試作、多段式ロケット、軌道エレベーターなどの考案や宇宙旅行の可能性として、ロケットで宇宙に行けることを証明した業績から、 宇宙旅行の父と呼ばれる。また1897年には、ロケット噴射による増速度の合計と噴射速度と質量比の関係を示す式である、ツオルコフスキーの公式を発表し、今日におけるロケット工学の基礎を築いたが、生涯の大半はカルーガで孤独に暮らしていたため、存命中にツオルコフスキーの業績が評価されることはなかった。なお、同国の科学者で、 周期率表の基礎を築いたドミトリメンデレーエフは若い頃のチオルコフスキーの業績を評価していたが時折ケチをつけていたため必ずしも絶賛していたわけではなかった。チオルコフスキーは晩年スプートニック計画の主導者となったセルゲーコロリョフらによってようやく評価されるようになり1957年10月4日にバイコヌール宇宙基地から打ち上げられた。 世界初の人工衛星であるスプートニク1号はジオルコフスキーの生誕100周年記念と国際地球観測年に合わせて打ち上げられたものである。工学者のみならず SF 作家としてもガツ世界到着などの小説を表しており随筆家としてもガツの上でや地球と宇宙に関する幻想などのエッセイも残している。地球は人類のゆりかごである。 しかし人類はゆりかごに、いつまでも止まっていないだろうという名言でも知られる。少年時代は、モスクワの図書館に通い、好物の黒パンを食べながら、勉強に励んだという逸話も残っている。1857年9月17日、モスクワ南東に位置するリャザン州イジェフスクで、ポーランドの革命運動に携わった愛国者の父、エドバルト・ツオルコフスキーとボルガタタール人であった母。 マリア・ユマシェワの間に生まれた。父がポーランド人であったため本来の姓はポーランド語でシーオーコースキーであったがロシアで生まれたことからロシア風にジオルコフスキーと発音するようになった。1867年10歳の時に昇降熱にかかり難聴を患うことになる。1870年13歳の頃に母のマリアが高い。家計が苦しかったり、 難聴であったことから小学校や中学校へは通わなかった。しかしチオルコフスキーは自身の障害を障害にわたって国を思うことはなく前向きに考えたとされている。その証拠に初恋の女性に対して私は偉大な人間だと言い放ったという逸話が残っている。1873年16歳の時にモスクワに出て図書館の蔵書を単独する。この時、 好物であった黒パンをかじりながら独学で数学や物理学、天文学を学んだというこぼれ話も残っている。1876年には数学の教師の資格を取得し、翌年の1877年からボロフスクや故郷のカルーガの中学校で教鞭を取った。教師として働く傍ら、ガツの上で、や地球と宇宙に関する幻想などのエッセイを書いた。 ツヨルコフスキーは、自宅の地下室を実験室にして圧縮ガスを使った、噴射実験など様々な実験を行い、たびたび、モスクワやサンクトペテルブルクの学会へ論文を送ったが、あまり相手にされなかった。なお、同国の科学者、ドミトリメンデレーエフは、ツヨルコフスキーの業績を評価していたが、この理論は昔に提唱されていると返答をし、必ずしも絶賛していたわけではなかった。 1897年に噴射ガスの速度が大きく、ロケット添加時と燃焼終了時の質量比が大きいほどより大きな速度を得られるというチオルコフスキーの公式を発表。液体燃料が固体燃料に比べてはるかに大きな排気速度を出せることを示したのであった。1903年にチオルコフスキーの独自のロケット理論をまとめた代表的な論文である。 反作用利用装置による宇宙探検を完成させる。これは同年に科学雑誌、モスクワ科学評論にも掲載され、この中で宇宙旅行や軌道エレベーターの可能性や液体水素と液体酸素を燃料とする流線型のロケットの設計図を発表した。またこの論文の章の題名にもなっている、今日の不可能は明日可能になるわ。 ツヨルコフスキーの先端技術に対する姿勢を表す言葉として有名である。ツヨルコフスキーの名言として知られる地球は人類のゆりかごである。しかし人類はゆりかごにいつまでも止まっていないだろうは1911年に知人に出した手紙の中に含まれており後に名言として広まるようになった。帝政ロシア時代は不遇な扱いを受けていたツヨルコフスキーだが 1917年に起きたロシア革命を機に評価されるようになった。1919年にはソビエト社会主義、共和国連邦科学アカデミーの会員となり、ソビエト連邦共産党政府の下でロケット研究に専念した。1935年9月19日に満7 8歳で死亡。国葬が取り行われた。死の直前はブースターの可能性を論じていたとされる。 日本で翻訳があるもののみを紹介する。ありがとうございます。